の通路、メイドさんのお仕事を考えるとすごく効率的ですね。お庭の手入れやお客様の対応、そうした際に専用の通路があるのは便利です。よし、ちょっと通路の様子を見てくるよ。クロモンたちが来ている可能性もあるからね。ありがとうね、マッチ。それで、あの部屋にあるのがクリエケースでいいのよね。檻みたいだけど。その通りです。一歩間違えればあの中に囚われていたというわけです。囚われのお姫様というのはちょっと憧れますね。憧れないよ。そうかしら。おっと、あやのちょっとめんどくさいスイッチが入ったぞ。その囚われるのは嫌だけど、助けに来てもらうのはちょっと素敵かなって。でも一人ぼっちで待っているのは辛いわね。できるだけ早く迎えに来てくれないかしら。どっちなんだよ。陽子に迎えに来てって言ってるわけじゃないわよ。勘違いしないでよね。なんだかアヤなら一人でも脱出できそうな気がしてきたぞ。なんで迎えに来てくれないのよ、陽子のバカ。どっちなんだよ。ジンジャーが戻ってくる前に早く壊してしまいましょう。そうだね。それじゃあ。あ、キララ危ない。あっぶな。アヤが気づいてなかったら間に合わなかったな。いい反応するじゃねえか。神社、どうしてここに。スイッチが押されれば当然戻ってくるさ。準備も万全でな。クロモに囲まれちゃってる。これはピンチですね。全員揃っているな。召喚士、今度は守りきれるか。キララ気をつけ。遅い。キララ人の心配ができるやつは好きだな。まずはアリスから奪わせてもらう。アリス、皆様注意してください。カレンちゃん、これで二人目だ。ランプ、注意を促すだけじゃ意味がねえぜ。ちゃんと何を狙っているのかを考えないと。召喚士の方から仕掛けてくるとは驚いたな。ようやく皆さんが一緒にいられるようになったんです。それを引き離すなんて絶対に許せません。いや、一緒にいられるさ。クリエケージの中でな。本気で来い、ぶん回していくぜ。ハイパーの愛をあげちゃいます。おやつタイムの杖。ちょっと痛いかも。効かねえな。これが修行の成果。クジャー、これ最終進化形態です。出たな、怪人め。焚き火で温まろうか。
こいつで全部何を吹っ飛ばしてやるぜ。違和感があるんだよな。つまらぬものを着てしまったぜよ。もう動けねえ。勝利のポーズです。なかなかやるじゃねえか。まあそろそろ限界のようだがな。息が上がってるぜ。キララさん、このままじゃ防戦一方だ。一体どうすれば。ジンジャーさんはこの町を守っているんですよね。ああ、そうだ。この力はすべて町の平和と幸せを守るためのものだ。そのために私はお前を倒す。私の力もランプたちやクリエメイトの皆さんはこの世界を守るためのものなんです。今も戦うことは怖いですけど、それでも大切な人たちのために負けられません。さあ戦いの、うん、あいさ。桜は私たちにとって特別な花なんだ。おテント様にお祈りするで。ここは攻めましょう。しかねえな。これが修行の成果。クジャー、これ最終進化形態です。ものを着てしまったぜよ。もう動けねえ。つまらぬものを着てしまったぜよ。
神社に隙ができた。キララ、今のうちに攻めるんだ。違う、キララさんが見てるのは神社じゃない。キララさんが見てるのはクリエ刑事か。これでおしまいです。狙いは最初からクリエ刑事だったってことか。私の実力ではジンジャーさんにかないません。力を振り絞ってようやく隙を作れるくらいです。でもこれで忍さんたちを縛るものはなくなりました。ああ、その通りだ。私の失策だな。目的を見失わず意志を貫き通した。キララ、お前の選択が正解だ。おい、アリスとカレンを離してやれ。神社。さて、私もクリエメイトを見送る準備をするとしようか。え？なんだ？クリエケージが破壊されたのにクリエメイトを集める意味もねえだろ。それともまだ私と戦いたいのか？悪かったな、二人とも。いえ、ジンジャーさん、ずっと私たちを丁寧にもてなしてくれました。ありがとうございます。はい、金髪のメイドさんにも囲まれましたし、楽しかったです。オーダーの影響も解けたし、これで町の住人も金髪好きではなくなるわけだね。残念です。皆さんと金髪について三日三晩語り合いたかったのに。長くない？まったくだな。私もぜひ参加し。はっ！ん？おや？お仲間ですかね。お仲間だね。なんでその目は！皆まで語らなくていいのです。金髪好き、皆兄弟ってね。やめろ！私は！ずいぶん仲良くなったんだね。エトワリアでも友達が増えるなんて、さすが篠だよ。友達というより、脅迫に近いです。何？この光は。私たちが、光ってる？そろそろ時間のようだね。あ、はい。皆様がこの世界とお別れする合図なんです。不思議。金髪に光が乱反射してとっても綺麗。二人ともまるで妖精、いえ天使ですね。シノだって、五光が差してるみたいだよ。それにしても、この楽しかった記憶が残らないのは、とても寂しいですね。シノ。大丈夫です。皆さんが忘れてしまっても、私たちが覚えてます。キララさん。本当に名残惜しいです。そうね。あれ？シノ、どこに行こうとしてるの？ちょっと、忘れ物を取りに行こうかと。このタイミングで？それで、何を忘れたの？金髪メイドを少々。ダメに決まってるじゃない！そんな！こんなにたくさんの金髪メイドがいるのに持って帰っちゃいけないなんて。いやいや、それ完全に誘拐だからな。わかりました。
では、せめて髪だけでも、天然の金髪を一房だけでも。シノ、ああ、アリスの目がうつろに。カレンちゃん、私はカレンちゃんの金髪一筋だからね。ああ、ありがとうございます。あははは、お別れなのに皆さんってば。うーん、ほらシノ、帰るよ。皆さん本当にありがとうございました。ジンジャーさんも次に会う時は金髪同盟にぜひ。ああ、